はい、ゆったりゆです。よろしくお願いいたします。さて、ですね、為替の方が大きく動きました。今、ドル円ですね、1ドル107円台になっております。ちょっと驚きました。大変なことになっている方多いのではないでしょうか。まあ、私もほぼアメリカの ETF を主に扱っておりますので、まあ、ドル円の相場に非常に影響を受けます。まあ、当然、ドルで所有しておりますんで、ドルを円に換えると、まあ、円高になってしまうと減ってる状態になります。ですんで、まあ、円安の方がいいんですけど、まあ、仕方ない状況ですんで、まあ、すぐにお金がいるわけではございませんので、まあ、いいかなとは思って今の現状でやっております。さて、まあ、もうここまで話をしてるんですけど、実はちょっと別の話をしたいと思います。ですね、まあ、いろいろと大変な方もいっぱいいらっしゃると思いますし、最近ね、いろいろと心の悩みを抱えている方も多いようです。まあ、私も人のことを言えるような状況ではございませんので、やっぱいろいろとあるとですね、家から出なくなるんですよね、何事も。で、家から出なくなるとどうなるかっていうと、外見を気にしなくなるんですよ。まあ、服装とか、そうですね、そちらの方も気にしなくなるんで、身だしなみがかなり崩れてまいります。まあ、そこら辺はね、仕方ないところあるんですけど、まあ、うちにこもって誰も会わないんだったらいいんじゃないかって話になるんですけど、やはり人目に気にするようになると、やはり外見っていうのも少しずつ気にしないとやっぱダメになるわけですよ。私も、まあ、比較的引きこもりに近いようなタイプになりますんで、あまり外に出ないんですよ。ですんで、服装とかもあんまり気にはしなかったんですけど、最近ちょっと人に会う機会がちょこちょこ出始めたんで、ちょっとずつですが身だしなみ気にするようにし始めました。まあ、服装とかもそれほどこだわりがないんで、似たような服ばっかり着てるんですけど、少しでも人様に見られるような形にはなりたいなと思いまして、多少最近ですか、あまり使ったことがない化粧水とか乳液とかを使うようになりました。まあ、多少ね、人様に見せれるような形になりたいし、まあ、あわよくば少しでも女性から好まれるようなタイプになれればなっていう変な思いもありまして、最近ですけどちょっとずつですが気にするようにしました。やはりですね、人と接するっていうのはやっぱり一般的なマナーもあるかなっていうのはありますんで、少しでも気にした方がいいかなっていう思いと、あとやはり家に引きこもるとやっぱり暗くなるんですよね、気持ち的に。何でもそうなんですけど、投資の世界とかもやってるとやっぱり上昇相場ばかりではないんで、暗くなってしまいますので、やっぱり少しでも外に出て、で外の情報を得て、またさらにちょっとずつ動き出す、これもやっぱね、大切ではないかなと思います。少しでもいいんで、やっぱ外に出ていただきたい。まあ、投資の話とは全然関係なくなってはしまっておりますが、やはり外に出て活発的に動くっていうのも一つの元気になる方法ではないかなと思います。まあ、もちろんストレスの発散にもなりますし、人と話す、やはりこれってやっぱり大切になりますので、私もそうですね、人と話すのってやっぱ楽しいなと思うことあるわけです。まあ、最近ですが経済の話とか投資の話をしました。やはりね、書いたりこうやって YouTube とかで上げてるだけではなく、人と直接話すのもやっぱ楽しいなっていうふうにすごく感じましたので、皆さんも外に出て身だしなみを少しでも良くして活発的に動いていただければ、また違った新しい見方ができるのではないかなと思います。本日はこれぐらいにしたいと思います。ありがとうございました。投資と全然関係ない話ですけど、参考にしていただければと思います。それではまた。